さて、久しぶりですが、動画の配信をしたいと思います。今回は言語の記述法について解説いたします。言語はこのように書かれた書物であるということの解説ですが、これに気づいた人は未だにいませんでした。論文その他読んだことがありません。ここはですね、この視界というのはたったこれだけしかありません。台湾版を見ますとたったこれだけです。で、その後、通則とかずっとあるんですけど、それはまあ除いて戻りますと、そうしてもう一回戻ると、最初に「ゆえにその性通則して、しかして知を方位とし、方位を知とし、その祖天にして、しかして虚実を仏にす。対三欠して限界に入り、副菜して紋章を具す」。これは文章ではありません。紋章を具す。性四季をもって日影を制し、誠意をもって水槽を制す。まあ、なすでもよいです。まあ、読みはですね、意味は「ゆえにその誠意は通則して、その周囲を方位を地とす、その祖は天にして虚実をものとす。体は三欠して限界に入り、副菜して紋章を具す。まあ、これは訓読ですね。で、この言語の論理は一則一一、まあ、システムですけど、一則一一なので、故にはまあ除いて、そのも除くと、性と通則が一則一一です。この一則一一をこんなふうに書いてみます。一則一一、性則通、字が間違ってる、この字ですね。通則。それで、失礼しました。今この通則を訂正したところです。方位を知とす、だから知即方位、その祖天示してですから、祖即天示、仏即虚実。こういうふうに一則一一のこの3つの語ですね、これを原則として並べているだけで、それにまあ故にとかしかしてとかがついているんです。こういう文です。だから漢文とはちょっと違うんです。漢の文とは別物です。じゃあ日本漢学の伝統的な書き方、まあそれに近いかというと、そんなこともないよ。これ全く馬偈の独創です。そうしてきちっとこう規則立てて書いているので、これはプログラムに近いんですよ。それでこの文を解読するのには、例えば「性通則」で、その「性」というのは時間や空間のように精緻精妙なもののこと、通則は時間のこと、空間のこと、通が時間、則が空間のこと。だからこれの翻訳というのは下にあるんですけれども、だからその精緻な領域は一方を時間として通じ、他方は空間として道塞がる、というのがまあこの文の訳になります。で、これは英語にしないといけませんので、発音悪いですけど、 So its elaborate domain is separated into two lower fields。The one communicates as time and the
other fills up as space。 でここまでがこの文、つまりこの文の英訳になります。ですから一旦日本語にしてしまえばあとは自動翻訳でいいんです。無論私にまあお金があってですね、誰か翻訳家に年間300万で3年間1000万で翻訳引き受けてくれと言えるお金があれば頼みますよ。しかしそれがないんだから仕方ないですね。自動翻訳しています。それで今度は地を包囲とすというのはここちょっと地を包囲とす、地というのは基礎なことですね、ベース。ベースですね。この場合は地がグラウンドを意味することもあればベースを意味することもあるけど、基本まあ基礎でしょう。グラウンドも基礎ですよね。だからそういうものは全部地と言います。で、方というのは過去、現在、未来の時間の方向のことを方と言って、位が空間の位置のことです。当然、南北、上下、左右などの、まあ、位置概念のことなんですよね。我々、こう、方位って言ってしまうでしょ。二語一義で。これが文字に対する慣れ癖。で、今までの研究は、ほぼ全て間違えていたんです。これはこういう独特の書き方をしているんですよ。で、これは何し思考といったか、こういう記述の仕方があるのでコンピュータープログラマーは分かるはずです。で、素は天字、一足一一で総足天字で、その素は展示してというのは、粗いものは時間に比べて粗いものはということです。点、回転する回転運動、点、それから回転するもの、回転するものですね。だから天体類ですね。天球天体類で、字というのは回転を保持する中心軸のこと、基本的には天の南極から北極に至る地軸のこと。おそらくここはこうだろうと思いますが、地球 の、 重力圏、蒸気が上昇して上で雲になって雨になって下に落ちてくる、その上下運動をするところも地と言います。で、地球 の地軸のように回転を保つ、回転をホールドする軸のことは直軸とも言います。で、これはこの意味だと思いますが、ひょっとしたら地球表面の重力圏のことを言っているのかもしれません。それから物は虚実す、これは例えば虚、大気圏、実、大地とかそうですよね。宇宙に広がって、物は宇宙に広がって存在する物質物体のこと、虚、真空もしくは真空に近い大気のこと。ただし相対的概念なので水蒸気なども虚とされる。実、可視的可触的な物質物体のこと、これはまあ大地が触れるとか木の幹に触れるとかね、まあ青空も見えますよね。こういうのは実ですね。で、対三欠す、三欠して限界にいるって書いてますね。このこういう言葉の解釈がちょっとまだあやふやです。限界というのが何を意味しているのか、まあ一応ここでは広大で認識不可能な深い 広がりのことと書いたけども、深遠な生命世界のことかもしれません。それは文によって読み替えるしかないんです。限界が天球の遥か向こうの宇宙を意味していることもあります。
で、宇宙に存在する天体や銀河やその他の物質のことが体ですね。体は酸欠してたから限界にいる。認識不可能な領域に入ってしまうということです。そしてここはその体は副菜して紋章をぐす。で、副菜紋章なんですけど、これは体は天は覆い地は乗せる、天には天紋がある、天の模様がある、地には地章がある、地の模様がある。だから文章と読んではいけないんですよね。覆うもの、覆われるもの、覆うものの側の模様、つまり天文、これが地象。今でも地象学という学問があります。これがここなんですよね。副祭、覆うものには天文がありますよね、備えている、こういうことを書いている。で、ここは生は、戻りますと、生は四季をもって、日栄をなす。生は四季をもって日栄をなす。生は四季をもって日栄をなす。これが生、日栄をもって四季と、生四季をもって日栄をなす。生という概念の中に、四季がある。四季の中に日栄がある。日は太陽で、四季はこれ電磁波ですね。今で、まあ、太陽の光なんですけど、今風に言えば電磁波です。で、可視光の外の光のことも場面は書いてます。で、A は宇宙の暗黒のことですね。ひょっとしたらプラズマの可能性もあるんじゃないかと思いますが、まあ、そういう方もおられるんですけど、今はそこは分かりません。それで、同じく今度は生和というのは文の上ではここがないんです。で、これ省略してるんですよ。生四季をもって日栄をなし、生をもって水素をなす。こういう省略があって、本文では詰めて書いてますから、まあ分かりづらいんですよね。ですからここは生をもって水素をなす、だからこういう、まあ、式になります。これも、まあ、これストローク関数ですよ。ストローク関数です、半っていうのは。こういうふうに書けるんですよね。したがって、その生命圏、おそらく生命圏でいいですね。水は水圏、層は層圏、層は大気圏ですね。この両方、太陽と、まあ、宇宙の暗黒と、まあ、電磁波とその他あるので、現在詳細に自然科学、まあ、天文学その他で研究しているところでしょう。水圏は天皇陛下のご研究ですね。大気圏、水圏とか、この辺は真鍋淑郎博士がノーベル賞を取得された部分ですね。で、この水槽というのが、まあ、どこにあるかというと、ちょっと、こちらに来ましてですね、こう出てきますね。水槽、ここにありますですね。ここは水と火になっている水槽が出てくるところがあるんですが、こんなところにありますね。道天地図、小というのは形がないものですね。で、質水槽と、これ H2O を持ってるということです。小日栄というのは、これ H2O を持っていないんです。水があるかないかで分けたんです。それぐらい水が大事なんですよね。そういうここもそうですね。日栄水槽、この層、単なる乾燥ではなくて大気のことです。
それでまた戻ると、これを消すと戻ってきますね。それで今読んだこの文が日本語にするとこういう、まあ、文の分析を解析をして、そしてだからその精緻な領域は精緻な領域は一方は時間として通じ、他方は空間として満ち塞がる。そして時間は過去、現在、未来の方向を持ち、空間は地軸を基準とした天球座標、地球座標、地上の方位などをその基本としている、まあ、地としているということです。その領域における物体の基本的運動は天体のような回転運動であるか、地上における諸物体の昇降運動である。これが昇降運動、ここですね、回転運動か昇降運動なんです。だから1文字に1つの意味しか持たせていない。その1つの意味が実はもう1つの学問分野になっているんですよね。宇宙に存在する諸物体は散らばって銀河となったり結合して天体となったりして、光の及ばない奥深い世界に存在する。覆うものと載せるものの背反対事象、これ背反対事象ではありません、背反対事象においては天文現象が覆うものとなり、地球の模様が載せるものとなる。宇宙空間に拡散する物質では電磁波領域が太陽と宇宙の暗黒を形成する。これが式持って日影をなすですからね。その排反対事象として生命を生む領域が生まれ、水圏と大気圏が形成される。水圏と大気圏が形成される。これは現代の科学の知識を使ってこう読み下しているんです。日本語の翻訳にしてるんですけど、こうしないと英語にした時に意味不明になるんです。これはもうこうやってですね、コピーして、ちょっとこれ DeepL ってありますから、これはもうこうすると訳してくれます。で、訳しやすいような日本語にしておかないとですね。で、この後まあ文法チェッカーを使うんですよね。これはもうちょっと外して、こうすると、で、まあ一応文法チェックしてますから問題はないですね。この文法を安堵入れろって出てきましたけど、まあいいでしょう。で、これをもう一度日本語に戻す。で、元の意味を反映しているか、元の漢文との対応付けができる翻訳になっているかどうかを検討しないといけない。だからこういうのを簡単に自動翻訳をしているわけではありません。原文を入れたらめちゃくちゃになります。まあ、入れたことはないですけどね。それでこの訳文を入れても、この訓読を入れても訳はめちゃくちゃになります。だから日が何を意味しているのか、英が何をして意味しているのか、そういうことを考慮してこういう訳にしてこんな風にすると。そうすると、どうしてこんなことまで分かってたんだという質問が必ず出ると思うんです。その時はこういう文字の、こういう一つ一つの文字が持っている、これ重力圏ですよと、天体の回転運動をする領域ですよ、そういうことを説明して、それを研究する
専門の分野、それが個別科学なんですよね。だからこれは個別科学に対するインデックスになっているんです。それが私の研究方針で、これ35年来変わっていません。一貫して今でもやっています。1万6000行のうち今5800行まで来たと思います。どこかな。今5800行。ちょっと分からなくなってしまいましたが、今23テキストをやっていますので、最後この辺まで来たんですね。昨日ここをやってました。で、こうなるんです。こういうのは苦労しました。証言義ってあるんですね。どう立てっていうのがあるんですよね。人接物の方を人工接物の方を極めんと欲す。それから動を立てて長短を測る。こういうものですね。動を立てというのは、伊能忠敬あたりが使ってた。こういう本です。循環はだったら天体の回転はですから、Each rotation of a celestial bodies has a fixed period、 周期を持っているということです。各期相定まるだから。故にこれを押すに回数を入れざるなり。そうですね。So the orbit of celestial bodies approaching and moving away from each other can be deduced by calculation。 計算の域を出ないということは計算でわかるということですね。この時代はもうヨーロッパと遜色ないです。特に浅田郷流はヨーロッパをしのいでいました。けどその業績も知られてない。知ってる人はかなり詳しいんですけどね、とてつもない発見をしているんです。これは梅園全集にありますが、今はちょっと申し上げられません。ポールシフトを予言していたと、あの時代に。何をもとに計算したのかは分かりません。しかしポールシフトを浅田郷流は予言しています。つまり天の公道と赤道がピタッとあって垂直になる時が来ると。そしてまたひっくり返る。彼はそういう人でした。そこを知ってる人は合流の専門家でもまずいないです。これはバイエン宛ての手紙にあるんです。これバイエンが全語に書いてるんです。合流し曰く云々と。そこまで読んだ人はいないと思います。ではこれで終わります。